T 先輩です。ノクタン。T 子だよ、ノクタン。前回、おさ船を手に入れました。早速装備してます。どんな性能かしらね。ワクワクします。防具はこんな感じ。特に変化はないわね。そうですね。ついに4章ハードです。早速始めますよ。今まで順調だったからね。今回も一発クリア、期待してるよ。頑張ります。まずはおさ船を見てみましょう。あ、振りは普通。一応必殺技はあるか？こりゃダメだ。ダメなの。レイバチェーンとヘブンズソードの方がいい。ということでまた戻しました。結局なのね。期待してただけに、ちょっとがっかりです。投げてくる斧は、ヘブンズソードで撃ち落とせないのか。魔剣をヘブンズソードと読むのね。長くて面倒くさいので、レイバチェーンを円剣、ヘブンズソードを魔剣と呼びます。まあ、その方が楽だね。魔剣の飛ぶ高さが、普通より若干低いんですね。そのせいで斧に当たらないようです。ボスになり得なかったフランケン。雑魚の中ではタフよね。うお、ジャンプしてきた。意外にアグレッシブね。動きはトロいと思ってたのに。魔剣のおかげでだいぶ楽です。こいつが厄介。顔にしかダメージが入りません。それなのに顔が後ろに隠れるのね。そうなんですよ。っていうか、今下から下で攻撃された。されてたね。なんてことだ。あれを食らうとカーブになります。あ、もうイライラする展開ね。おお、やった。場合によっては下を抜けようと思ったけど、ちょうど倒したところでした。もう少し行けば回復がある。そこまではなんとか持たせたい。ここはインプをおびき寄せます。上の段に登りたいのです。あ、失敗。そう。バカにされてる。一回失敗すると厄介なんですよ。よし、なんとかなった。この先にあるレバーで、ボス前のリフトが動きます。本来なら左から来るところですが、インプを踏めば、右から来れます。こうすることで圧倒的に、ショートカットできるのです。大幅カットね。一発で成功すればいいのですが、失敗すると被害も大きいです。もう半分だもんね。回復が欲しい。うお。
つ目の依頼が欲しい。回復量はこんなものか。しかしこの先にカレーがあります。それでなんとかなりそう。上にあるわね。ちなみに、ジェイコさんはカレー好きですか？好きよ。カレー嫌いな人ってあまりいないよね。そうですね、私も好きです。自分で作るときには三種の神器だけのときもあります。なに、三種の神器って？じゃがいも、人参、玉ねぎです。あー、確かに三種。でも、肉は入れないの？入れた方が圧倒的に美味しいですが、無性にカレーが食べたいときは玉ねぎと人参だけ、なんて時も多いです。へぇ、変わってるわね。あ、ちなみに今のところはこうやって敵を踏めば登ることができます。そして全回復です。順調じゃない？一応倒しておきますか。ここから先はダメージを食らいたくない。あと、カレーは攻撃力大幅アップらしいので、この後食べ物も食べたくないのです。なんで？プラス効果が上書きされるそうなんですよ。とある先輩に教えてもらいました。ありがとうございました。そうなのね。つまり、攻撃力アップを狙いたいなら、最後にカレーを。防御力アップを狙いたいなら、最後にカミツメフライを食べるといいのね。そういうことですね。こういう話をしていると、さっきみたいに、食べ物の話になっちゃいますね。うん、お腹減ってきちゃった。もっとこっちに来て。よし、これでボスに到着です。ここはミミックを警戒して開けません。別に上に逃げればいいんだけどね。まあ、初見ですし無理しませんよ。よし、いけそうな予感です。いざ。ダメージも悪くない。あとは回避できるかね。これが一番厄介です。いきなり大ピンチ。さらに毒ですからね。もうやだ。血の跡はなるべく消した方がいいでしょう。くお、体当たりだけですごいダメージよ。やばいかも。なるべく攻撃に集中して早めに倒したい。直接当たることは少ないですが、行動を制限されるのが大きい。これはカースです。うろう、たまに成功します。回復を使い切っちゃったね。やばいです。バンジキュースね。こうなったら倒すしかない。頼む。怖い。あ、すべてを使い切った感じね。全力投球でした。ということで、初見クリアならず悔しいです。まあ、今までが順調すぎたのよ。そうですね。次回はなんとかクリアしたいです。ノクターン、お楽しみにね。ノクターン。魂の栄誉、ソウルスティール。